ございます。和製と国産ナチュラルコスメの専門店、和製なる暮らしのコミューです。今日はジメジメがテーマですね。まあ、どうしてもですね、日本に住んでると梅雨の時期はですね、湿気が高くてジメジメとした日々が続いてしまいますよね。今はね、すごい爽やかな新緑の時期ではあるんですけれども、それでもやっぱり雨が降るとすごくね、気温がちょっと高くなってきているのと、湿気がすごくてムワーっとしますよね。そしてジメジメの季節に困ることといえば、やっぱりカビですよね。なんかもう気がついたらこんなところにカビがみたいなね。でこういうカビなんですけれどもね、まあ、ふわふわと空気中を飛んでですね、アレルギー症状をまた引き起こしたりもしますので、気をつけたいところですよね。ほんでもって洗濯物もね、乾きにくくてちょっとなんか臭いみたいなね。さあ、こういったジメジメ対策にですね、役立つ和精油について今日はですね、ご紹介していこうと思います。まずはですね、黒文字。もうなんか黒文字は本当に和精油界の出来すぎくんというふうに私は呼んでいますけれども、まあ、何でも使える優秀な人です。ちなみに黒文字にはですね、含まれている芳香成分としてリナロールが含まれています。これはね、すごく鎮静作用が期待できる芳香成分なんですけれども、さらにゲラニオールという成分もですね、多く含んでいます。でそのため黒文字精油っていうのは鎮静作用と、あと抗菌作用も強いんですよね。で抗菌作用だけじゃなくて、抗菌抗真菌作用ね、真菌までやっつけるという強い抗菌作用を持っています。カビなんかは菌ではなくて真菌の部類ですので、こうやって真菌に作用する精油を活用するっていうのが一つ梅雨時期のポイントになってきますね。でさらにちょっとね、こうジメジメっとした空気でもう気持ち悪い、ベトつくわみたいな時に、ちょっとこう心を落ち着けるっていう目的でも黒文字精油は使うことができます。はい、2つ目、ヒバの精油ですね。ヒバの精油はですね、ヒノキチオールという成分を含んでいます。これについてはですね、ヒノキチオールの超強力な抗菌作用について別の回で喋ってますのでね、そちらも見ていただければなと思うんですけれども、このヒノキチオールはですね、抗菌作用がめちゃめちゃ強いので、いろんなところに抗菌剤として使われています。身近なところで言うと、結構ね、化粧品の原料としても使われることが多いんですよね。でこのヒノキチオールを配合したシャンプーなんかは、まあ、頭皮環境を整えるのに抗菌作用というのがですね、すごくとても役立っているようなものになります。香りとしては、まあ、黒文字とかがね、すごくゆったりと甘めな香りに対して、ヒバの精油はですね、どちらかというとザ・森、森だわ、森の深いところに来たわみたいな感じの香りがします。こうゆったりとね、落ち着けるような深い森の中の香りが楽しめますよ。はい、3番目、アスナロ精油ですね。ちなみにヒバとアスナロは違うのかというね、疑問が湧いてくるんですけれども、厳密に言うと違う、でもほぼ一緒のように呼ばれていることもあるという、超絶ややこしいね、2つの種類ですね。でただまあ注意していただきたいのが、アスナロの精油の中にはヒノキチオールを含んでいないものもあるということですね。でこのアスナロ精油なんですけれども、主成分としてはツヨプセンという成分、あとはカジネンとかエレメンとか、ね、そういったものを含んでいるんですけれども、一般的にやっぱり抗菌作用とか抗炎症作用が強い精油というふうに言われています。でアスナロもヒバもですね、役に立ってくれるのは、この暑い時期から発生してくる虫ですね、虫に対しても昆虫忌避作用が強い精油というふうに言われていますので、ちょっとね、あったかくなってジメッとしてくると湧いてくる虫なんかのね、対策にも使えるような精油となっています。次にご紹介するのは屋久杉精油ですね。屋久杉の精油はですね、主成分としてはオイデスモールとかセドロールとかね、どちらかというと他の森林系の精油に比べてとても重い成分が入っています。重いっていうのは分子量がっていうことですね。でこの重い分子量
を持つ香りはですね、やっぱりこう重い香りなんですよ。重い重いばっかりってどういうことやねんっていう感じなんですけど、まあすごくあの音に例えると低い音、まあ、ゆったりと安定したような香りというふうに私は表現するんですけれども、擬人化すると北尾瀬金屋さんだよっていうふうに私は言ってるんですけどね、ちょっとすいません、なんか人によって違うと思います。でもさすが樹齢1000年を超える薬杉っていうのはですね、まあ、それだけあのカビとか腐るとか、あと虫とかそういったものから身を守ってきているっていうね、その芳香成分を含んでますので、こういったねジメジメ対策の時の抗菌作用に関しては期待できますね。で、薬杉の香りは普通の杉に比べるとこうなんていうんですかね、南国のちょっと香りがします。あのね、少し甘酸っぱいような、あの個人的には少しパイナップルのような甘酸っぱい酸味と甘みが混ざったような香りがします。まあ、普段ね杉の精油を嗅がれていて、それが葉っぱだったりなんかすると、まあ、その差をねすごくね感じていただけるんじゃないかなと思います。まあ、薬杉だけはもう別格ですね。はい、であとは匂いこぶしの精油、匂いこぶしの精油はですね結構珍しいので、あまり香りを嗅がれた方はいらっしゃらないかもしれないんですけれども、あの主成分としてはシトラールとかゲラニオール、オイレノールをね含んでますので、抗菌抗炎症作用なんかはね強いですね。で、香りとしてはちょっとこうレモンキャンディーのようなこう酸味があります。で、匂いこぶしって使用部から取れるね、普通になんか木っぽいところから取れるのに、なんでこんなにレモンなのみたいなようなちょっと酸味がね出てきます。でもその果皮から取れるレモンのあのスキッとしたね、あのレモンスカッシュみたいなああいう感じじゃなくて、どちらかというとそのキャンディーになってこうとろっとした甘いレモンみたいな香りが混ざってきてますね。これ意外とですね、あのちょっと爽やかな目覚めの香りに使えると思いますので、ちょっとね梅雨のこのジメとした時のうつうつとした気分をですね晴れやかにしてくれるような香りでもあります。そう、高級精油の部類には入るんですけれども、あの香りがとても強い精油ですので、ほんの少量ねずつ使っていただければ結構かなと思います。さて、いろいろとですねこうジメジメとした時に使える和精油について紹介してきたんですけれども、やっぱりジメジメ対策としては芳香浴としての使い方が一番いいのかなというふうに考えます。あの換気をしても湿気がたまりやすい脱衣場とか、あと押し入れですね、クローゼットの中とかですね、そういったところでディフューザーを使って、まあ、その空間の隅々まで芳香成分を届けてあげるっていうような気持ちで一回ねこう炊いて香りを炊いていただくっていうのは、ね、ちょっとおすすめです。なんかねそんなことしてると、あの普通の芳香浴の使い方だと真反対ね、正反対いくんですけど、普通の芳香浴は部屋の中であの気分が悪くならないように、例えば5滴まで使用して適宜換気してっていうのを行います。もちろんね自分が思っているよりもほんのりした香りぐらいの濃度で使っていただくのがいいと思うんですけど、なんかもう私の個人的な使い方としては、なんかバルサンみたいな感じで一回脱衣所とかクローゼットでブワッと炊いてもいいのかもしれないなっていうふうに思っています。ただしね、その後は必ずね換気をした後ね人とかは入ってくださいよね。これもあのバルサンの煙がある中にね、あの飛び込んでいく人はいないと思うんですけれども、あの香りの成分も見えない、ね、煙みたいに見えないからといってもね、すごくね濃度が高く空中に存在してますので、その辺気をつけてやってくださいね。はい、あとね余談としては、あの湿気が増すと髪の毛うねるねんっていう人ね多いと思うんですよ。私もねちょっと微妙に癖毛なのでその気持ちわかります。そういった時はですね、あのライスキャリアオイルとか椿油にですねこういった和精油をちょっと混ぜていただいて、で自家製のヘアオイルをね作っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、今回はですねジメジメとした湿気に対抗するための和精油と、まあ、その使い方についてお話ししました。またね取り上げていただきたいトピックがあれば、ぜひコメントの方もしくはメッセージで私の方に送ってください。こちらのね音声は自動的に YouTube ポッドキャストの方にもねアップロードされますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いします。
以上、和製と国産ナチュラルコスメの専門店、和製ユナル暮らしのコミューでした。